どうも、キレイヒトアヤソダッスダイです。今回ですね、はい、僕のターンということでサムネを見ていただいた方はね、分かると思うんですけど、分かってます、はい、あのブランドです。まあ、意外と初じゃないですか。はい、ということで、はい、こちらですね、おなじみのダラの袋から出していただくと思います。まあ、オンラインで購入したんですけど、その、店頭受け取りにしてるんで、まあ、こういった形で、あ、そういうことはい、いただいてます。こちらです。わかりますか、これメガネです。あ、メガネね。はい、メガネケース買ったかって思った。いやいや、違いますよ、メガネなんですよ。ダラで、なんか素敵すぎたら買えちゃったからメガネを購入しました。もうちなみに先にお値段から言っておきますけど、こちら4000円です。まあ、メガネというかアイディアですね。別にレンズを入れるとかじゃないんですけど、4000円で購入させていただきました。メガネケースセットで4000円です。おお、はい、なるほど。まあ、なんで4000円でこれ購入したかといったら、まあまあ奇抜なアイテムだから、まあちょっとメガネマンさんで買っちゃうとやっぱ後悔しちゃうかもしれないと、まあ、僕もこれ自分に似合うかどうか分からずに買ったというか、面白いなと思って買ったんで、この値段ならまあ買えるかなって感じで購入したアイテムになってます。それではね、チャレンジとして、そうです、開けてみましょうということで、かけてみたいと思います。はい、どうでしょう。どうですか。いや、あれなんじゃないですか。かなり大ぶりのアイウェアになってます、うん、ということで最後は高尾さんにこれをかけていただいて、あ、そう、はい、高尾さんの絶対似合わないでしょ、メガネの方のね、意見も聞きたいなと思います。意外と似合うかもしれない。はい、今ニット帽だからちょっとあれですけど、